松浦市立埋蔵文化財センターは、長崎県松浦市高島にある、松浦市内全体の埋蔵文化財に関する業務を掌握し、埋蔵文化財及び歴史資料等を収集、展示する、松浦市教育委員会の組織である。松浦市立高島歴史民俗資料館、松浦市立高島埋蔵文化財センターの統合、再編により、設置された。これまで、 資料の展示を行っていた高島歴史民俗資料館は埋蔵文化財センターのガイダンス施設として引き続き展示を行っている。1281年7月30日の夜、公安の役における総勢4400隻の船と14万人とも、いわれる元軍の大半が高島周辺の海底に沈んだという歴史の事実があり、高島周辺の海が 昭和55年に水中考古学最大の宝庫として選ばれ、1981年7月から海底調査が行われ、沈没船などから数多くの現行遺物が発見された。ガイダンス施設では海底から発見された貴重な遺物、その他考古学、民族学の資料を収集、展示している。また、国史跡高島神崎遺跡及び、 高島海底遺跡の調査、研究、保存及び活用に取り組む松浦市立、水中考古学研究センターが併設されている。高島歴史民族資料館官軍総和委員。ありがとうございます。